1960年代初期、ジャック・ケラーは、アメリカ合衆国のソングライター。フランク・シナトラやロレッタリン、レイ・チャールズ、ザ・ビートルズなどが演奏した。バリー・マン、ジャック・ケラー、エール・ネビン、ダン・カル・シュナー、ハウィー・グリーン・フィールド。1962年 BMI ・アワーズにて17歳で、ブリル・ビルディングに出入りする。最初に録音されたのは、 ジャスト・ビト・ウィーンユーアンドメデザコーデ・ッツ The c が1957年にトップ10にした。1959年にアルドンミュージックと専属契約した最初の作家の一人になり、キャロル・キング、ジェリー・ゴフィン、ニール・セダカ、ノエル・シャーマン、ハワード・グリーンフィールドなどと協作した。1960から1963年、アルドンはトップ10ヒットを54曲放った。 ケラー作品には、エブリバディーズ・サムバディ a エス・フール、マイ・ハート・ハズ、エ n マインド・オブ・イッツ・オ A ン、ブレ n キング・イン、エイ・ブラ n ニュー・ブロークン・ハート、ジャスト・フォー・オールド・タイムズ・サケ、ヴィーナス・イン・ブルージーンズ、ラン・ツー・ヒムなどがある。日本では1960年に、アルマ・コーガンの、アルドンが、コロンビア映画会社に1963年に、売られると、奥様は、魔女、ギジェットは15歳。 ヘイゼルなどのテレビ番組のテーマ曲を作った。1966年にロサンゼルスに移住し、モンキーズへの楽曲提供を始めた。また、シアトルや E.G. Come, E.G. Go などのヒットが続いた。1984年にナッシュビルに引っ越し、クリスタル・ゲール、ゲイリー・モーリス、ビル・メドレー、ジェニファー・ウォーンズ、レイ・チャールズ、ダイアン・シューア、B.B. キング、グローバー・ワシントン、ジュニア、 などに、大ヒット曲を書いた。制作した主要アーティストは、ニール・セダカ、エバリー・ブラザーズ、サリー・フィールド、トニー・オーランド、デビー・ブーン、ホイト・アクストン、そして、コニー・フランシスなど。68歳で、白血病で死去。フレンチランゲージバージョンバイ・ケラー、ゴフィン、ロブ・レン・ BMI ・クレジッツ・ゴフィン、ケラー、ソングライターズ・ホール・オブ・フェーム・クレジッツ・ゴフィン、 キングアンリリースドレコードラベル4アレーナツインズリスツ、ソングライチンクレジットアズビーマンエヌシャーマンザ、ワイルドジプシーブラスバンドバージョンオブワン、ウェイチケットブラジリアン、トランスレーションバイ、フレッドホルヘアズドンセレ、ターキートロット、トランスレーションバイ、ドナルドロートレックオールソワズパッセージアデイダ。ありがとうございます。